ではこちらの文献について紹介します。稲岡技術科学大学、新入生研究室の稲岡です。まずこの研究の概要なんですけれども、この研究は翻訳の研究です。マルチタスクラーニングを行う翻訳の研究で、一つの翻訳の一つの現言語から複数の目的言語に翻訳をする機械翻訳モデル、リアル機械翻訳モデルの学習について検討している論文です。で、この論文ではその NMT の現言語側の表現というものを共有ですね、一つの現言語から複数の目的言語に翻訳するんで、現言語は共通になっていて、その現言語の表現というものを共有して、その他の異なる目的言語に翻訳するというような感じで、そのモデルを分離するということを行っています。で、そうですね、この最初にある現言語から複数の目的言語に翻訳するというのは、その、方法としてはその各目的言語に応じて、モデルを別々に構築するっていうこともできるんですけれども、この論文でやっているその共有することによって、そうですね、学習する際のデータセットっていうのが一つのモデルになるんで、多くなるんですけど、その別々に学習するよりもその一つに まとめてやった方が大幅に高い、翻訳性能を達成したというふうに言っています。次にイントロダクションです。この機械翻訳においては、現言語翻訳元の言語と、目的言語翻訳先の言語があるんですけども、その翻訳どの言語からどの言語に翻訳するかっていう、翻訳方向ですねっていうのが異なる場合において、その同じエンコーダーっていうものを共有して、で、そうですね、目的言語に応じたデコーダーというものを使用するというようなモデルになっています。で、この別々に、モデルを作る場合と比べての利点としては、その言語対が異なる場合においても、そのエンコーダーを共有しているので、その現言語側のコーパスっていうものが潤沢になるということで、それを活用できるっていうのが利点となっています。で、またこの論文では語彙だけでなく、そのセマンティックな情報や、構造的な表現も学習できるのではないかというふうに言っています。で、次にこのモデルの目的関数について説明します。このモデルでは、共通したデコーダとエンコーダと、目的言語ごとのデコーダっていうふうになるんですけども、その主体の目的関数っていうのは概念的にはこのような式になって表されていて、このシータですね、シータの定義は下にあるんですけども、そのエンコーダのパラメータと、各目的言語の、ターゲットのデコーダのパラメータっていうのを、最適化っていうかすることによって、そうですね、翻訳の学習を行うというようなモデルになっています。で、ここの式にも表れているんですけども、エンコーダー自体は一つに対して、ここの式だとその目的言語側は、TM 個あるっていう想定で、この数式ではそうですね、そのうちの一つを TP としておいて、この上の式ができています。このような式を目的関数として学習を行います。で、次にこのモデルの、オプティマイゼーションについて説明します。手法としては、基本的な、よく使われるこのミニバッチによる、確率的勾配効果法、SGD ですね、いわゆるというのを使います。ただこのミニバッチを作成するにあたって、この右にあるような方法になっていて、ミニバッジの中ではその言語ペアっていうのはもう全部同じになっていて、そのミニバッジを学習でミニバッジを進めていくときに、そのミニバッジごとにその言語ペアが違うっていうようなものですね。これが一つが、ミニバッジ一つで、一つっていうかこのミニバッジで、この
この中は共通で、これ以外をまあバラ全部バラバラにするっていうようなものですね。バラバラっていうか、ね、言語対ごとに用意するっていうものですね。で、になっています。これを学習時のミリパッチとして設定します。で、次に実験設定について説明します。この実験では、一つの原言語から複数の目的言語に翻訳する際の性能を測るんですけれども、その際の言語、全ての言語対で、コーパスを全部使って学習して、で、それぞれ、言語対ごとにモデルを作った場合に比べてどれだけ性能が向上するかっていうものをまず一つ確認して、次がその全ての言語、ある特定の言語対の対訳が不足しているような場合ですね、具体的にはそのコーパスからそのある特定の、言語対の対訳を削るっていうか、減らすような実験を行って、そのような場合において、その今回の提案、ここで提案されているマルチタスク学習っていうものが、その翻訳性能を向上させるっていうことを確認するような実験を行っています。で、ここで使用するデータセットは、このここに上げて、ここに述べているようなデータセットになっていて、言語対としては、英語からスペイン語っていうのと、英語からフランス語、英語からポルトガル語、英語からオランダ語っていうような対としてこのデータセットを使って学習します。で、語彙は、高品、上位3万語を、語彙として使用します。で、データセットは、この同じデータセットのテストセットのデータと、あと、あれですね、WMT2013 データセットっていう、別のから用意したデータセットの2つを使って、テストセットを用意します。ただこの WMT2013 は、上のコーパスは全言語対用意されているんですけど、 WMT はちょっと2つしかないっていうので、この2つののみの評価を行っています。で、この学習させるときの詳細のパラメータですね、どれも基本的には一般的な学習と変わりないものなんですけれども、一つ違うとすれば、そうですね、この真ん中のこれで、ミニバッチを構成するときに、一つの言語対のペアっていう、例えば英語からフランス語みたいなペアで、1000ミニバッチっていうのを学習して、次にその次にそのまた別の言語対を学習させるっていうようなですね、ミニバッチの並べ方というか構成っていうのを行っています。他は一般的なものとそれほど変わらない、学習設定になっています。で、結果がこちらになって、こちらで、上が全言語対で、コーパス全体を使った場合の結果で、このシングル NMT っていうのがこの言語対ごとにモデルを構成した場合の結果で、下のマルチタスクっていうのが今回提案されている、デンコーダーを共通にして、デコーダーを別に用意するっていう、今回の提案のしたものですね。で、学習した結果の、ブルーの値がこれで、全部ブルー、ブルーが向上しているで、っていう結果になっています。で、下の例がその下の例がこのこ、その学習するコーパスからコーパスの 15% だけを、すいません、上は全部使ったんですけど、下はこの2つの言語対においてそのデータ量を 15% にまで落とす、要するに、簡単に言うとそのあれですね、あまり対訳がないような言語対っていうのを仮想的にここで作ったってことなんですけど、そのような場合において実験した場合は、そうですね、こちら2つはその欠落させてなくて、こちら2つが欠落させているんですけど、このそれぞれの対訳で別にモデルを作った場合っていうのは、当然データが同じなんで、ブルーは同じになるんですけど、そのデータ数を、データ
製造、まあ、15% 減らしたものは、まあ、当然あのモデルを別々に作った場合はこうブルーが低下、大きく低下している、かなり大きく低下しているのが分かるんですけども、この今回提案した手法だと、まあ、もちろん下がりはするんですけれども、まあ、この別々に作るよりかは下がってなくて、まあ、比較すると、まあ、これぐらい 1点数ポイントぐらい、まあ、これとあの別々に作るよりかはブルーが高いっていうような結果になっています。で、次がですね、あの先ほどとまた別のテストセットっていうものを用意して評価した場合の結果はこちらで、こちらでも、まあ、同様にですね、あのベースラインとなるその言語対ごとに別々のモデルを学習した場合に比べてブルーが、こっちは大幅に向上しているような結果となっています。で、今度はそのモデル自体 の、まあ、あの分析というものを行ったのがこちらで、この右のグラフっていうのが、左じゃなくてあの横軸が、まあ、イテレーション数で、まあ、縦軸がブルーを表しているんですけども、この緑とか青っていうのが、一つのあの言語対ごとにモデルを作った場合の学習、まあ、曲線ですねなっていて、それ以外のこの左の方にあるこの赤と紫っていうのが、まあ、今回提案したモデルになっているんですけども、これを見ても分かるように、その今回提案したモデルは少ないそのイテレーション数でこうガッて上がっていて、まあ、学習効率っていうんですか、学習がうまく早くできているっていうような結果がこちらのグラフから分かります。でまたこの単一のタイプで学習したモデルと、まあ、今回提案したモデルでそのエンベディングのコサイン類似度を計算して、まあ、ある単語にと、まあ、近い単語っていうのがどの単語かっていうのを、まあ、エンベディングから求めるっていうのを行っていて、まあ、上が今回提案した手法で、下が、まあ、各言語対ごとに学習したモデルでの、まあ、エンベディング部分の、まあ、評価というか、まあ、結果になっているんですけれども、どちらもそうですね、あのこの6っていう単語については、まあ、よく出てくる、まあ、もともとよく出てくるんで、まあ、うまくどれも数字っぽいのが出てきているんですけれども、まあ、それ以外の部分ですね、あの他の3つに関してはやっぱりこの今回提案されているマルチタスクランニングのモデルの方がよりいい結果になっているっていうのがこちらの分析から分かります。で最後まとめです。で、この論文では一つの原言語から複数の目的言語に翻訳する一つのモデルっていうものを検討していて、そのモデルではそのエンコーダーを共有して、まあ、デコーダーを言語ごとに分けることによる、まあ、マルチタスク学習を行って、まあ、改善ができたっていう内容になっていて、あとそうですね、あのその資源、あの言語資源、大役の資源が不足している言語があってもこの改善できるで、まあ、かつ、まあ、収束、まあ、よりよくそのブルーの値が収束するっていう結果が出たっていうのがこの論文の結論です。以上で発表を終わります。